はい、高田美高寺です。それでは行ってみましょう。レッツゴー。イエイ。ここはね、フードコートになってます。まあ今日は月曜日ですから、ガラガラですね。今2時ぐらいですからね。あとね、サラダ屋さんもう終わりですかね。ここは中国系のお店ですね。中国もうなんかお店変わったような気もするけど、もうなんか詰めてますね。もう終わりなんですか。KFC あるんですね。でこっちが何屋さん、これハンバーガー屋さん、ハンバーガー屋さん。こっちおトイレ、こっちハンバーガー屋さんですかね。でこっちがサーブウェイ。こっちね、お外行くとね、一応子供のプレイグラウンド公園があります。こんな感じですね。はい。そしてマッカス、マクドナルドがありますね。売ってるものは日本と一緒ですかね。いいですね。セット。わかんないですね。マックも食べないんでほとんどね。よくわかんないですけど、オージーチキンミール。何度だこれ。セットで10ドル70セント、750円、800円ぐらいかな。クラシック。一番。フィレオフィッシュが、あれ違うか。ビッグマックが19ドル95ですね。クラシックが11ドル45。コンボ、セットになってますね。チキンで10ドル70。という感じですかね。で、こっちがケバブ屋さんですね。ケバブ。肉丸ごと切ってますよね。ケバブが、スモールが9ドル。から19ドル80ぐらいですかね。あ、ここ閉まっちゃいましたね。ここ何屋さんだったのかな。ショッピングセンター、ウエストフィールドっていうんですね。あ、ちょっと今おかしい。ライトが当たって、ここは相撲屋さん、ここお寿司とかやってますね。和食。まあ、お寿司3つで5ドル。あと、うどんとか、とんかつとか、カツ丼、カレーなんかね、ありますね。スロール2ドル60。こっちは携帯のね。サーファーズパラダイスね、ゴールドコーストっていうぐらいですからね。あ、ペットショップありますね。こっちはお寿司屋さんですね。お寿司がいくらなのかな。ペットショップ。ワンちゃん。こっち何？これはモルモットだ。ギニーピック、モルモットですね。なんか、普通悪いな。釣りは悪いっす。こっちワンちゃんいますね。これだけしかいない。一匹だけ？一匹。一匹だけ。広いですね、ここもね。
釣り行くのにいいな。でも39度4度、これで、あ、いいな、釣り用に欲しいな。派手ですけどね。釣り用に、釣り用パンツ。はい、アロハシャツが20ドル、ちょっとあまりかっこよくないかな。マイケルヒル、マイケルヒル有名な宝石屋さんというかね、Kマートです。Kマート有名ですからね。まだずっとね先ありますけど、ここでぐるっと回って、あーなんかね通路のねこういうとこにねお店いっぱいあったんですけど、なんかなくなっちゃいましたね。ここもカフェですね。こっち靴屋さん、あーこっちもお店閉まってますね。はい、ということで子供の乗り物も乗れなくなってますね。ビニール箱です。ここはなん、消毒がねありますね。どうやってやるの、これ出んのかな、押さないダメなの。よくわかんないですけど、あ、押さなくても出ました、そのまま。押さなくてもね、消毒出ましたけど。以上です。はい、それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高田美高次でした。See you next time. Bye. Yay.